今日は数量の関係を表す式ということでですね、いよいよ文章問題ということになってますね。はい、ここの今日の内容めちゃくちゃ大事だと思ってください。はい、まあ大事やって思ってもやらないよね、みんな。わかるわ、わかるわ。でもその判断の自己責任は自分で負いなさいよ、将来ね。等式と不等式ということで、皆さんよく使っているイコールってありますよね。これイコールって、でまあイコールで、まあ、成り立つこういう式のことをですね、等式と言います。等しい式と書きます。あ、左手書いちゃった。等式ですね。はい、これはどういうことを言うかって言ったら、まあ左側と右側が同じですよっていうことを表す式のことを等式と言います。ちなみにですね、左側のことを左辺と言います。で、右側のことを右辺と言います。はい、これは等式と言います。で、またですね、不等号、不等号ってもそのままなんですけど、要するに等しくないということを言ってると。要するに同じではない、つまり同じではないってことは、どっちかがでかい、どっちかが小さいとか、そういうことになりますよね。はい、前も言ったと思うんですけど、こういうふうに表されます。はい、これ言いましたよね、絶対値とかの正の数、負の数の時言ったと思いますけど、このね、口開いてる方が、まあ、でかいという感じです。はい、まあ、そういう感じですね。はい、で、不等号を使って2つの数式の関係を表した式を不等式と言います。はい、まあ左の、まあ、左辺のこの不等号、右、この式自体ね、この式全体のことを不等式と言います。細かく言うと、ここのこういう記号のことを不等号って言います。不等号ね。はい、不等号と。はい、で、まあこれ、これは等号と言います。はい、等号です。はい、次、あ、右辺と左辺言ってくれてるな。もうちょっと端折りますんでね。で、右辺、左辺と右辺を合わせて両辺と言います。はい、まあこのね、両方、まあ等式であろうが不等式であろうが、まあ左辺と右辺はありますので、まあこの両方で両辺と言います。はい、ここまでしっかり頭に入れましょうね。1本永遠の鉛筆を5本買ったら代金は400円でした。つうことは、1本で永遠ないで、5本買ったら永遠の5倍やろ。だから5永遠やろ。買ったらって言ってる。代金は400円やったと。つまり5永遠っていうのは400円ですよって言ってるってことやろ、っていうことや。はい、Xメートルのリボンを4人で等しく切り分けたとき、1人分のリボンは Y メートルでしたってこと言ってます。はい、これ全部でね、 X メートルです。はい、全部で X メートルで、これを4人で等しく切り分けていきます。つまり4等分しますよって言ってると。そうすると1人分のリボン の, 大きあの長さ Y メートルでしたと言ってます。X メートルを4等分するので4で割りましょうということで、 X 割る4になりますね。 X 割る4っていうのは分数にすると4分の X です。で、4分の X っていうのが Y メートルなんで、まあ Y イコール4分の X、 逆でもいいですよ。はい、言っとくと逆でもいいからね。で、 Y イコール4分の X になってたら、あ、4分の X イコール Y っていうふうにしても全然いいからね、問題ないからね。はい、次いきます。ある数 A を4倍してから1引いた数、もうそのまましてください。 A を4倍してください。で、 4A ですから1引いてくださいって、1引いてください。そうしたら引いた数、わーって言ってる、わーって言ってるから、これがもうイコールって意味や。だからイコール A に8を足した数、だから足してくださいに等しいって言ってる。はい、なのでこれがもうそのまま答えですよ。これがそのまま答えです。500m の道のりを分速 xm で歩くと y 分かかりましたと言ってます。はい、これね、覚えてますよね。三八の法則ですね。はい、ね、時間イコール距離割る速さです。時間イコール距離割る速さって覚えてますよね。で、今回時間で Y 分かかったって言ってますね。 Y 分
で、距離は 500m 道のりと言ってますの、 500m 道のりを、分速 x m、 これ速さです。速さ x で割ると y 分かかったと言ってます。分速で割ってますので分が出てくるという感じですね。はい、でそのままイコールですから、y イコール500割る x ということで、分数に直して y イコール x 分の500という答えです。はい、これも時間を割らしてますからね、ということです。はい、じゃあ次いきます。次の数量の関係を不等式で表しなさい。はい、A から B を引いた時の差は5よりも大きい。はい、やってください。 A から B を引いた時の差は5よりも大きい。覚えてね、よりっていうのはその数を含めない、その数を含めないからこれじゃないんだよね。これは以上とか以下っていうね、いっていう言葉が入ります。この場合はその数を含めるという意味になっているので、イコールを、まあイコールが書いてあるって感じです。5よりも大きいって言いますから、5よりも大きいからこっちの向きです。答えは a-b の小なり5と、あ、間違えた、大なり5か。はい、ってことです。はい、次いきます。y 枚のクッキーを x 人に3枚ずつ配るとクッキーが足りなくなった。もともと y 枚のクッキーがありまして、 x 人にね3枚ずつ配ると、3枚ずつ x 人に配るから、配ったクッキーは 3x 枚のはずでしょ。わかるよね。で、配ったらクッキー足りなくなっちゃったってことは、もともとあったクッキーより配った 3x 枚の方が多いということ。配ろうとしている枚数のが多いから足りなくなるということですから、こっちのが多いということですね。だから答えは y 小なり 3x という答えです。はい、次いきます。1本永遠の鉛筆3本、もう計算しちゃいましょう。 3a 円ね、もう代金計算しちゃう。1個 b 円の消しゴム2個、だから 2b の代金の合計、これ合計足します、合計ってこと、足すってことですね、は500円より以上であると。500円以上、500円より大きいと。ただいっていうのが入っているので、イコールをつけてくださいと。いっていうのが入っているので、イコールをつけてくださいねと。もう2回言ったでな。2回言ったで頭入るでしょ。はい。3A プラスの 2B の大なりイコール500という答えになりますと。はい。次も行きます。お、ちゃんもさん、あ、ちょっとこの問題だけやらせてください。X 円の商品を定価の2割引きで買いました。定価は要するに10割ってことですね。定価は10割です。そこから2割引きですか。2割引いたということは、ここに残ってるのは8割ということですよね。いいですか。つまり8割の値段で買うということです。2割引きということは、その商品の8割、80%、つまり 0.8 倍の値段で買うということです。はい、なのでこれはもう 80%、 0.8 倍ということですね。で、買ったら代金は y 円以下になったと。もともと 100% で x 円になってますから、 x×0.8 の 0.8x 円で買ったと言ってます。で、その代金は y 円以下、 y 円よりも少ないと言ってますから、 y 円の方が大きいということですからね。はい、ただ e っていうのが入ってますからね、イコールです。 e っていうのが入ってるからイコールです。はい、答えは 0.8x、小なりイコール y なんですが、これもちろん分数でも構いません。0.8 というのを10分の 8x にしてもいいし、100分の80にしてもどっちでも構いません。はい。で、もちろんそれを約分して、まあ、5分の4、答えみたいに5分の4ってしてもいいですよ。はい。僕は小数の方が好きなんで、そういうふうに書いてるだけです。はい。ここまで大丈夫ですかね。次2番に行きたいんですけどね。次の数量の関係を等式で表しなさい。 A 歳の兄は B 歳の弟より6歳年上である。はい、 A 歳の兄は B 歳の弟よりも6歳年上。つまり言うと、よりってついてるから不等号じゃないのって思うかもしれないんですけど、等式で表しなさいというふうに問題で書いてありますので、イコールを使わないといけないということです。まあ、逆に言うとですね、この A 歳の兄は B 歳の弟より6歳年上ということは、
弟の年齢に6を足せば兄の A さんになるのではと考えてほしいわけです。 B に6を足して A になるということで A イコール B プラス6、もちろん左辺に B プラス6、右辺に A が来ても構いませんと。はいはい、1個 8kg の荷物が X 個ある時の重さは Y kg であると。はい、1個 8kg の荷物が X 個ありますから 8Xkgだよね。8が X 個あるんだからかければいいんですよ。その重さは、重さはって言ってるね、重さは Y ですと。だからそのままです。 8X イコール Y ということです。はい、1つ A 円のケーキを2つだから 2A 円やね。もう計算しちゃえ。100円の箱に入れました。100円の箱に入れて買った時の代金の合計だから、その100円の箱の値段と中に入っているケーキの値段を足したものが、合計の B 円になるはずですよね。だから 2A プラス100は合計の B ということで、2A プラス100イコール B というのが答えということになります。はい、40個の飴を X 人に2個ずつ分けたら余りが Y 個になった。40個の飴がもともとありますよと。それを X2 に2個ずつ渡す。2と渡すわけ。2個ずつ X2 に分けるということで、2X 個を分けるってこと。わかるね。で、分けたら、もともとあるやつ分けないんで減るでしょ。だから引くんですよ。40個から 2X 引いたら余りになるじゃない。その余りが Y になるって言ってるから、イコール Y ということで、40-2X イコール Y という答えになります。はい。おっと、意外と問題あるね。1つ X 円のチョコ2つ、X 円のチョコ2個だから 2X 円と、1つ Y 円のガムを3個買ったっていうことは 3Y 円だよね。でそれ買ったら代金は300円以上になるって言ってるね。はい、代金の合計は300円以上、300円より上だって言ってる。だから、こういう形になるけど E が入ってるからイコールつけてね。はい、ちょっとしばらく集中します。しばらく左を見ない。はい。A 円の道のりを分速 80m で歩くとかかった時間30分以下。はい。これは時間ですね。時間は距離割る速さです。距離は道のりのことですから A メートル。で、割る速さだから A 割る80。分数にすると80分の A。これはもう時間が表してます。これ時間を表しています。80分の A だね。で、かかった時間は30分。このかかった時間が30分以下でしたと。つまり30分の方が大きいということですよね。30分の方が大きいです。で、E っていうのがあるのでイコールつけてくださいね。80分の A、小なりイコール30っていう答えになります。次いきます。ある数 X の2倍に7を足す。ある数 X の2倍だから 2X に7を足すって言ってから7足してください。足すと、X の3倍である 3X よりも大きくなる。よりも大きくなるってことは 2X プラス7の方が大きいってことやもんね。で、これよりもってことで以上以下ついてないのでイコールはなしでいいです。 Y ページの本を1日10ページずつ、 Y ページもともとあって1日10ページずつ X 日間読んだ。10ページずつ X 日間読んだってことは 10X ページ読んだってことでしょ。10×X ページ読んだってことでしょ。それがもともと Y ページなんだから。ね、読み続けたけど、読み終わらなかったってことは、読んだページ数よりも、もともとあったページの方が多かったからやろ。当たり前のこと言ってるよね。ってことは、もともとの Y ページの方が、読んだページ数である 10X ページより多いということで、こういう形になるということです。はい。大丈夫ですね。この場合は、読み終わらなかったって言ってるので、もう完全にもう要するに多いと、ページ数の方が読んだページより。なのでイコールはつけなくていいということです。こういう言い回し方もあるんでね。はい、ちょっとでも頭に入れておいてください。ボールペン1本の値段が A、 ノート1冊の値段が B 円であるとする。この時、次の等式や不等式はどのような関係を表しているか答えなさい。これもよく出ます。よく出ます。よくちょっと整理しておきましょう。ボールペン1本の値段ですね。1本値段、ボールペンね、ボールペン1本値段が A 円です。ノート1冊の値段が B 円です。ここまで覚えてください。で、 2A 足す B っていうのは、 2A っていうのは要するに A が2つですから、
ボールペン2本の値段なんですよね。大丈夫ですか？ボールペン2本の値段です。で、これ B っていうのはノート1冊です。ということで、これを言葉に表すと、はい、ボールペン2本と、ノート1冊の代金の合計か、代金の合計はここに書いてあります、イコール280円であると、というふうに言葉で書いてください。この意味合いだったら、まあ多少言葉違くても大丈夫だと思います。次いきます。もうこれも一緒ですよね。はい、合計だからボールペン5本、ボールペン5本とノート 3B だからね、ノート3冊の、代金の合計は、これ見てください、500以上ということで、500円以上ってことですね。わかる？これ代金の合計は500円以上。はい、はい、というちょっと字が乱れた。はい、以上であるということで、5分前になんとか終わりました。